はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、梅酒。久々に梅酒ですね。はい、今回は、長屋の梅酒のザ・ブラック。ザ・ブラック。です。はい、こちらはですね、まあ、今まで、売っていました、ブラック。というやつが、名前を変えて、マイナーチェンジというか、まあ、中身は変わらず、瓶と、その、まあ、瓶が全部、リニューアルしたっていう。ここ、40周年。これが、うん。40周年、長屋の40周年記念で、こちらが、ブラック。というやつが、全部リニューアルした。出た。ということらしいです。まあ、古い、ブラックっていう普通のやつも売ってるんですが、まあ、新しいのは買ってみました。まあ、同じなんですけどね、中身は。芳醇ブランデー仕立て。うん。アルコール度数 14%。うん。まあ、ブランデー仕込みの梅酒と。贅沢時間を仕立てる梅酒。食前、乾杯、くつろぎ、様々なシーンで、贅沢時間に、携わる梅酒でありたい。1973年の発売当初から受け継がれているコンセプトです。ブラソー。ザ・ブラック1対ソーダ2。まあ、ソーダ割りですね。オン・ザ・ブラック。といろいろ書いてありますけども。こちらがですね、720ml。うん。で、国産梅 100% 使用。酸味料なし。香料なし。着色料なし。で、梅の平均使用量が 295g 使っていると、この一瓶にですね、使っているということです。それが書いてありますね。原材料名、梅過去国産、砂糖、醸造アルコール、ブランデーということです。それではいただきたいと思います。うん。まあ、自分で梅酒を作っておきながら、ね。なんか最近ちょっと、ね、ウイスキーを買いすぎてですね。ちょっと、別なのもちょっと飲んでみたくなった。ね。まあ、今年漬けた梅酒はまだできないですからね。来年にならないとできないですからね。ね。これが値段、997円だった。うん、そんぐらいです。ね。それでは、いただきたいと思います。乾杯。ああ。うん。甘い。これ甘い。甘いな。うん。ブランデー。確かにほのかに、ぶどうっぽい香りが。なんか、ぶどう梅酒っぽいね。個人的に。うん。まあ、ブランデーですからね。うん。ブランデーって、あれだよね。ぶどうだよね。うん。確かにね。なんか、ぶどうの香りがする。だけど、基本的には、非常に、甘めの。ものすごい甘いですね。甘いな、これ。これ甘いな、おい。むっちゃ甘いぞ、これ。
甘すぎねえか、これ。異常なほど甘いぞ、これ。本当に。やっぱ。めっちゃ甘い。むっちゃくちゃ甘いんだけど。個人的に、蝶屋の梅酒紀州の方が、あれだな。個人的にあれだな。好きだな。うわぁ。ものすごい。ブラックがね、逆にね、こっちよかね、古いね、やつの方がね、瓶の方が、ね、なんか、味があるんですよね、この瓶。まあ。うん。紀州産を中心に国産梅のみを 100% 使用。ブランデー仕上げのまろやかな味わい。エキス分が高いので、製菓用にも利用できると。うん、ものすごく甘いですね、これ。とにかく。とにかくむちゃくちゃ甘い。甘いな、これ。甘い。ああ。うん。まあ、個人的にこれは、なんか、あれだな。甘すぎるな。砂糖使いすぎじゃねえか、これ。うん。これ、ソーダ割りの方がいいね。絶対。これは。はっきり言って。うん。個人的にちょっとソーダ割り。の方が絶対的に。いいとは思います。いやでもね、蝶屋のね、梅酒はね、まあ、さすが最大手というだけあってね、俺まだまだ飲みたいこの蝶屋の梅酒のシリーズがあるんですよ。いっぱい。まあ、その中で一番飲みたかったのはこのブラックなんですけど。まあ、期待外れだったっていう。期待外れっていうほど外れでもないんですけど。まあ、うまいですけど、ちょっと甘すぎるな、これな。うん。異常なほど甘いね、これ。もう一つ俺が飲んでみたいの。蝶屋のエクセレント。これですよ。ちょっと高いですね。1500円ぐらいします。750ml で1500円。2013年モンドセレクション優秀品質最高金賞受賞。というね。ちょっと飲んでみてえな。うん。うん、ね、飲んでみたいです。そして、あと個人的に飲んでみたいのは、スペシャル。というね、容量が 1600ml の、なんか、でっかいこう、持つような、こういうタイプの瓶のやつですね。まあ、中身は、普通の紀州と変わんないみたいですけど、ちょっと、ね。うん。飲んでみたい。ぜひ飲んでみたい。そして、あとはそうですね。
あと飲んでみたいのは、あれ？こんなしかなかった？嘘つけ。町営の商品もっとあったろ。嘘つくなよ。ああ、ある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 。びっくりしたわ。いっぱいあるんですよ。とにかく。てか、基本的にね、梅酒コーナーに行くと、大体ね、大半、8割方ね、あれです、町屋です。うん。品質別、梅酒、新酒、南高梅、2013っていうやつと、品質別、品種別か。品種別、梅酒、新酒、白加賀梅、2013。これも飲んでみたいね。うん。まあ、これ何かっていうと、まあ、いわゆる南高梅っていうのと、白加賀梅っていう。まあ、二つの、その、品種、梅の品種の違いを分からせるために、その、別々にその作ったっていう。片っぽは南高梅で作り、片っぽは白加賀梅で作ったと。おう。やつですね。いや、にしてもクソ甘いな、これ。ものすごい甘さだ。で、あと多分、俺が多分飲めないであろうけど、買わないであろうけど、飲みたいのは、当然ながら高いやつです。限定熟成梅酒。梅にこだわり続けた町屋の一つの極み。だそうです。で、あとは、梅の実とかも食いたいよね。結構あるんですよ。梅の実。梅見頃っていう。町屋のね、梅だけ。うん。梅酒の梅だけ。これ食いたいな、普通に。うん。ね。こういうのとか、うん。ね。まあ、いっぱいあるわけですよ。もっとあった気がするけどな。うん、まだあった。熟リッチ。極熟梅酒、熟リッチっていう。まあ、完熟の上を行く、熟した梅で作った梅酒、みたいな。ね。うん。うん。これも欲しいな。飲みたいな。熟リッチ。熟リッチか。もっとあった気するけどな。いや、もっとあったな。ここに載ってないけど、もっとあるんだけどな。確か。あのね、梅がね、むっちゃくちゃ入ったやつあるんですよ。まあ、500ml で、梅ブワーって入ったやつもあるんです。あれ欲しい。あれ食いたい。とにかくあれ食いたい。あの梅が食いたい。うん。ただし、この梅見頃っていう、まあ、梅だけのやつはですね、通信販売限定と書いてます。購入はこちら。2袋セットで、高っ！ 1300 円。2袋で1300円だと。クソ高いじゃないか。ああ、1袋 550g か。
20粒から25粒。ああ。長屋の梅。食いたいな。長屋の梅食いたいな。いや、ただ普通にね、実はね、普通に100均でね、実はこういうの売ってるんですよ。ただまずい。相当まずい。相当まずいってほどまずくないけど、まあ、長屋の梅にはちょっとかなわないですね。明らかに100均のレベルの、まずさというか。うん。いや、普通にダイソーに売ってるんですよ。こういうの。うん。売ってるんです。俺食ったことは何回かあるけど。まあ、硬い。とにかく。なんか硬いですね。ああ、あれは。基本。うん。やっぱね、こういう長屋の梅とかでもあるけど、なんか、梅だけをこう、入ってるやつじゃなくて、やっぱりね、こういうところに入ってる梅の方が絶対うまいんです。いわゆる長屋の梅酒紀州みたいな。紀州のほら、長細い瓶のやつあるでしょ。あれに入ってる梅の方が絶対うまいんです。ああいう、いかにも新鮮というか、その、あんま乾いてない、乾燥してないというか、まあなんで乾燥はしてないんですけど、やっぱ今までずっとこう、梅酒に入ってた、みたいな。うん。だからそういう意味では、やっぱ長屋のスペシャルだろうな。スペシャル。1600ml のやつ。うん。これが欲しいんですよ。たくさん梅の実が入ってる。うん、で、さらに食いたいのは、長屋のその、大量に入ったブブブブブって、500ml なんだけど、梅がブワーって全部入ってるやつ。まあ、梅酒も入ってないけど。うん。それがね、非常に飲みたい。飲みたいというか食いたい。梅の。うん。このね、どうでもいいんだけど、長屋のブラックが、この長屋のブラックなんですけど、正直、このね、デザインはちょっと感心しない。はっきり言って。本当画像で見てもらうとわかるんですけど、すごい、長屋のね、梅酒のね、このブラックはね、昔のパッケージの方がすっごい、味があるんですよ。特に 1.8リットルのやつ。1.8リットルのやつね。1.8リットルでなんだよ。もうなんか、この古、レトロ調のなんか、レトロみたいな感じの、ね。すごい、いい味出してるんですよね。うん。個人的にそっち買いたかったんだけどさ。1.8 リットルも買いたくねえしさ。でっかいの買いたくないし。どうせ買うんだったら新しいの買うかってことで、買っちゃったんですけど。申し訳ない。まあ、申し訳ないと思いつつ、まあ、買わなくてよかったなとも思いつつ、正直、やっぱり梅酒の紀州が一番うまいなと。あ、長屋、これ、なんだこれ。え？長屋社員の梅酒レシピ。単行本だって。長屋梅酒株式会社監修。945円 Amazon で。梅酒レシピだって。マジで？
ちょっとこれ、めっちゃ欲しいんだけど。ああ、でも、基本の作り方とか書いてあるんだ。ああ。でも、基本的には、なんか、梅酒の作り方というよりは、梅酒の料理という、梅酒を使った料理っていう感じでしょうかね。うん。いや、ほんと、蝶屋はね、正直俺がね、かなりね、ここだけの話、好きです。蝶屋は。で、っていうか、なんだって、梅酒って言ったら蝶屋でしょ。ね。で、その蝶屋の梅酒の、その蝶屋っていう会社の、なんか、その、いわゆる超有名なものっていうのは、蝶屋の梅酒の紀州なんですよ。一番売れ筋商品の。うん。やっぱ紀州っていうのはやっぱりあんだけ売れてるってことはやっぱうまい。本当に美味しいですよね。うん。で、この蝶屋の梅酒っていうのを株式会社、これがですね、本社、大阪府の羽曳野市。ね。うん、大阪なんですね。はあ、いやー、いいな。こういうとこで働きたいわ。マジで。こういうとこで働きたいわ。まあ基本的にほら、蝶屋って言うと、まあ基本、酸味料、香料、着色料なしと。これです。これですよ。酸味料、香料、着色料なし。お分かりですか？ね。はい。マッコユメシュ。ちょっと飲みまーす。ちょっとね、これメルシャン。メルシャンの方のマッコユメシュ飲みまーす。はい、見ましたか？皆さん。これです。これですよ。比べてみ？これ。これ。これ。これだぜ。これ、マッコユ飯、これ2リッター入ってて、確か値段700円ぐらいちゃうかな、これ。むっちゃ安いんですよ、これ。とにかく。はい、こちら。原材料、このマッコユ飯ですよ。原材料が、梅、醸造アルコール、糖類。まあ、ここまではいいんです。酸味料、香料、カラメル、色素です。いいっすか？色素使ってこれですよ。これ。こっち色素も何も使ってないのこれだよ。見てみ、これ。色の濃さ2倍以上あるわ、これ。これ着色料使ってないんですよ。すごくね？しかもですよ。ちゃんとこの一瓶に使ってる梅の平均使用量っていうのも書かれてるんです。約 300g。ね。これですよ。何グラム使われてるか、この一瓶につき何グラムぐらいの梅を漬けたかっていうのも書かれている。そして、着色料なし。保存、酸味料、香料なし。ね。
ああ、やっぱ薄いなと。ブラック飲んだ後に、こっちを飲むと薄い。薄さがわかるわ。なんか、マッコユ飯に俺が四つ星だか五つ星つけたの、なんか、バカバカしくなってくるね。うん。まあ、あれはコスパ的にはいいんです。コスパ的には。まあ、こういう飯は非常にコスパ的にはいいんです。うん。まあでも、こっちの方が甘くないからね。こっちの方が甘くないんで、こっち2倍ぐらい甘いです。ちょっとそこが、ツンツンツンって感じですね。ちょっと甘すぎる。ぶっちゃけ。うん。ちょっとそこはちょっと、長屋のブラック、お前ちょっと、あれだぞ。梅酒奇襲、よかちょっと、明らかに甘いぞ、これ。多分、俺の、久方ぶりに全然、梅酒奇襲飲んでねえけど、多分甘いと思う、それ。うん。で、まあ、ブランデー仕込みっていう割にはそこまでブランデーの味っていうのがあんまりわからないかなと。まあ、味というより香りですね、ほとんど。うん。もうどうせならもう全部、ここにね、まあ、全部ブランデーを使ってもらいたかったね。もう全部ブランデー。醸造アルコールなんて使わずに、すべてブランデーで、ブランデーと梅だけで作ってもらいたかった。まあ、そうなったらまあ、あれなんでしょうね。いろいろと、まあ値段が跳ね上がるんでしょうけど。うん。てか、長屋の梅酒のサイトに載ってないさ、梅酒結構あるんだけどな。結構高級なやつとかね。飲んでみたいんだけど。俺だって、何個も見てるからね。長屋の、ちゃう、なんだ。酒屋でね。結構高めのやつもいっぱいあるんですよ。蝶屋は。それ全部飲んでみたけどね、高いね。高い。一本3000円ぐらいするやつもあるんですよ。2000円、3000円ぐらいのやつ。それはちょっとね、まあ、買えないですけど。まあ、さっき言ったね、エクセレント。これはちょっと飲んでみたいですね。長屋の梅酒、エクセレント。これはぜひ飲んでみたい。うん。あ、うまいわ。ちなみにこの長屋の梅酒のブラックは、1.8 リットルのやつもありますね。でもなんだかんだ言って今まで飲んできた中で梅酒で一番うまいなと思ったのはやっぱ長屋の梅酒紀州ですね。個人的に外れだったのが黒糖梅酒ですね。黒糖梅酒長屋の、うん、はっきり言ってね、長屋が俺すべて好きというわけではないです。長屋のその商品がすべて好きというわけではないですね。うん。そこはちょっと厳しくいきますけど。うん。長屋梅酒の黒糖梅酒。とろける黒糖梅酒ってこれ結構人気商品らしいですけど。もうぶっちゃけた話、長屋の梅酒紀州に、
黒糖を加えればできますよ、これ。作れるレベルの、味です。あ、梅酒です。あ、黒糖です。合体した味です。そういうレベル。うん。なんで、これはあんまりおすすめしませんけどね。うん。あ、まあ、それ言ったらお前、このちょ、父親のブラックもそうじゃねえかと。いう人もいると思うんです。うん。まあ。うん。確かにそうかもしれない。確かにそうかもしれないね。確かにそうかもしれない。ブラック。ブランデーの味そんなしないもんな。あまりにもちょっと梅酒のその味が強すぎてブランデーがもう死んでるよね。だからこの、結局そういうことですよ。ね。さっき言ったように、ブランデーだけで作って欲しかった。うん。醸造アルコール使わずに。ブランデーと梅だけで。そうすれば絶対、ブランデーの良さが出てくるから。ん？これ？ん？これブランデー使ってるんだな。ぐらいのレベルの、梅酒を作ってもらっても、ね？じゃああなた、ブランデー飲んだことない人いるんでしょう？ね？ブランデーがどんな味かも知らん。だいたいブランデーイコールブドウの味、ブドウを熟成した酒っていうことすら知らん人間だっているわけでしょ。ね？それを考えたらやっぱり、もう一発で、あ、これがブランデーの味なのかと。わかるぐらいのインパクトは欲しい。やはり。そんな中途半端な、インパクトなんてあっても意味ないと思う。それだったらむしろ、蝶屋の梅酒っていう、だって、蝶屋って言ったらイコール梅酒なんですから、梅の酒なんですから。もう梅だけを使った酒の方が絶対売れるんです。と思う。うん、だからそこら辺ちょっと、ね。まあこの動画を、まあ、そうですね。もし蝶屋の梅酒の社員の人が見てくれてることはまあないと思いますけど。ね。まあネタとしてこの、ね、ことを言っときますが。ちょっとこれはないと。さすがに。ちょっと厳しくいく。好きだからこそ、蝶屋の梅酒を好きだからこそ、ちょっと言わせてもらうけど、ちょっとこれは、うん、黒糖梅酒と同時に、同じく、ちょっとないなと。うん、黒糖梅酒もちょっとなかったですね。ないと言っても、まあ、まだ黒糖梅酒の方がまだ、なんていうかな、黒糖っていう味があった。うん。この蝶屋のブラックに関して、ちょっと、なんか名前負けしてるっていうか。うん。ブラックっていう、その、なんか、名前はインパクトあるんだけど、味が別に、ああ、ああ、ん？
っていう感じなんだよね。なので、まあ、ちょっとそこら辺も含めて三つ星で行かせてもらいます。ちょっとここら辺厳しく。うん。まあ三つ星はちょっと俺、こう買うことないんで。うん。少なくとも。俺が買うとしたら四つ星以降です。だから今のところ、長屋の梅酒で、このブラックと、黒糖梅酒。まあもう二度と買わないです。言っとくけど。うん。もう三つ星以下はもう絶対買わないからね。確定で。うん。俺の酒動画っていうのは、もう、そこら辺はしっかりしてる。今まで三つ星以下で、もう一回買った酒なんて、大体さ、一缶100円とか200円、まあ、ビールみたいに200円とかだったら、まあ、三つ星でも買ってたかもしれないけどさ、これ1000円だからね。うん。せめてそこら辺の値段的な意味での高級感と同時に味の高級感。そして味を覚えてもらう。こういう特徴があるんだっていうのを脳裏に叩き込むぐらいの、インパクトは欲しい。だからインパクトだけだったら全然黒糖梅酒の方がありますよ。もうなんかこのブラックはなんか、やけに甘いっていう。別に、ブラックじゃなくても砂糖加えまくればできたんじゃないかっていう。レベルの、インパクトしかない。ので、これはちょっと、ないですね。俺から言わせると。うん。長屋の梅酒って、長屋っていう会社が好きだけども、ここはちょっと擁護しがたい。うん、さすがに。これだったらまだ、ねえ、これ1000円ですよ。マッコユメシュ。そこにあるマッコユメシュ。あれ2リッターで700円ぐらいです。700円。ね。そうやったらそっちの買うわ。っていうレベル。もうコストパフォーマンスに負けましたと。ね。ということで、まあ、これはもう、激おこレベルです。俺から言わせると。うん。まあ、ということでご視聴ありがとうございました。